い日本シリーズが開幕します。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズのエース大野がついに日本シリーズ2球目は何で来るか。2球目打ちました。どの上が抑えています。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。京田が打席に入ります。さあ小宮山さん、今シーズン自身初の登板となりましたがいかがでしょう。まあ、緊張してると思いますけど頑張ってもらいたいですね。緊張の立ち上がり、はい、低め、まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますからとにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。打った、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでワンアウト。バッターボックス、バレンティン。あっと外れた、フォアボールを与えます。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。いい当たり、これは大きな打球、しかしこれは外野追いつきそうだ。セカンドランナースタート、ボールは中継。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあ三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、センターへ、面白い当たりになった。さあバックホームするか。さあ先制のランナーがスタートする。サードランナーホームイン、今宮きっちりと。ご覧いただきましょう、先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。打順は1番に帰ります。バッター京田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。打順はトップに帰って京田、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはドラゴンズがエースの大野、そしてホークスが千賀、以上両エースの投げ合いとなっています。見送ってストライク、156キロ打ちました。セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあこの終盤にノーアウト、ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあ何を、外の球、グラブ弾いた、ボールを拾ってそのまま入って一塁アウト、ワンアウトランナー二塁とか。このピンチ見事三振を奪いました。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、バックホームする、センター前ヒット、ドラゴンズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして出す、このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。打順は1番に帰ります。バッター京田、今日はまだ当たりがありません。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました、この打球はフライになっています。サードが構えます、取ってツーアウトです。さあこの周打ち上げました、抑えてツーアウト、ツーアウトランナー一塁とか。打ち上げた、ここはフライになっています。最後は内野フライ掴んでアウト、
これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。初戦を飾っています。まずは1勝です。小宮山さん、まずはホームで迎えた初戦を取りました。非常にいいスタートが切れましたね。そうですね、もうとにかく最初のゲーム勝つと負けるでも大違いですから、まあ良かったと思いますね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、残念ながら名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第2戦です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスの、さあ3球目は何か。三振です。クリーンアップ、取った、送球する、アウト、ツーアウト。さあドラ打ち上げました、掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。さあご覧ください、先ほどの赤星さん、こういったバッターは強打、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー。さあドラゴンズ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには大島が、外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、ホームに送球する、センター前。打順はトップに帰って強打、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に、二球目打ちました。ショート取った、二塁送球、セカンドフォースアウト。バッターボックスは2番大島、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打ちました、高いバウンド、今宮一塁送球、ドラゴンズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。なるほど、そうですね。打ちました、高いバウンド、サード取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。リプレイでご覧いただきましょう。いや残念でしたね。バッターここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ち上げた、このフライはヒットになりそうだ、落ちた、ヒットになる、三塁へ送球する、セカンドランナーホームイン。ホークス警戒していた相手ですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。これで初球は何で来るか。初球打ち、
この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。さあ先ほどのシーン、打順は1番に帰ります。バッター京田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。スライダー決まりました。あっという間に2ストライクです。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。バレンティンが掴んで3アウトです。今画面に、まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。見逃し三振。外野インサイド落ちました。これはどうだ。セカンドの右抜ける。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしている。打ち上げました。高い打球、ここは打ち上げています。セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウト。まず何を投げてくるか。三遊間掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。打順はトップに帰って強打。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この低いボールは外れます。高め打ちました。これはどうか。センターに抜ける。ランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく打ち返して出塁していきました。しっかり捉えてます。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。ドラゴンズここでピッチャー。さあそして出しました。結果はフォア。さあここ、さあ小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので低めに沈む。打ち上げた。同点のランナーが三塁を回った。送球する。セカンドランナーホームイン。警戒はしていた相手なんですがこの場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど。ここで意地を見せられました。まあ、ここは腕を振ってしっかり狙って勝負ですね。なるほど、そうですか。ここは決まりました。見逃し三振です。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず。空振り。ここはランナーを変えさせません。バッターボックスには代打。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。これで対戦成績を2勝としました。赤星さん、3戦目からは敵地での戦いとなってくるわけですが、そういった意味でもこの2連勝というのは大きいですよね。そうですね、これでかなり有利になりましたよね。
福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第3戦です。福岡ソフトバンク、まずはホークスの先発高橋が、はい、さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、初球簡単にストライクを取ります。インコース外れてボール、高めのボール、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました。西さん、こういった短期決戦で序盤に大事なこととは何でしょうか。まあ、まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい。さてバッターの上林、どういうバッターなんでしょうか。まあ、穴はありますけど、変化球空振り、さあそしてフォアボール、いや本当にね、価値あるフォアボール、中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。レフトへ、これは大きい、先制なるか、掴んで2アウト、2アウトランナー2塁1塁と変わっています。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んで3アウト、先制は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。さあ一塁には先制のランナー、見逃し三振、ツーアウトになりました。高めのボール打ちました、詰まりながらも右中間へ、この打球はフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。打順は1番に帰ります。バッター京田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね、ゲッツー崩れでランナー残りました。マウンド上、併殺狙い、インコースに攻めてきました。さあ外してくるのか、内へズバッと投げ込んできました。今ゲッツー狙いの配球になってますよね。打ちました、流し三遊間抜ける、ホークスピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボール三振です。スリーアウト、チェ打順は引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホークスチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いやそれにしてもうまく引っ張り、まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたい。打ち上げました、高く上がった、この打球はフライになっています。取りました、ワンアウトランナー二塁一塁、先手を取る一発、スリーランホームラン、白球高々と舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。ホークスが先に点を取りました。見事な一発が飛び出しました。投手の好投に、打順はトップに帰って強打、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。空振りになります。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられませんからね。そうですね、これが4球目、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ソロホームランが出ました。ホークス2点差に詰め寄られる一発を浴びました。追い込んでからのストレートでしたが、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。これで2点差まで詰め寄られています。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご
覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えられてましたよね。これで2点差となりました。打順は1番に帰ります。バッター京田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。初球打っていった、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、センター前ヒット、ホークスピンチになりました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。試合を制したのはソフトバンクホークスです。これで対戦成績を1勝2敗としています。小宮山さん、やはりホームのファンの声援というのは